こんにちは。アマゾンシスサポーター、堀秀夫です。今日は出品価格の説明です。アカウントが育った後の出品価格は、FBA 最安値に合わせる必要はありません。FBA 最安値より高くてもカートが取れることが多いです。だからといって高く売りすぎるのも良くないです。仕入れ価格の2倍から3倍を目安に、儲けすぎず、程よい20%から30%の利益率で売りましょう。仕入れの5倍、10倍で出品していると、初心者出品者が増えて価格が暴落することがあります。1年以上 Amazon 輸出に取り組んで、FBA 最安値じゃないとカートが取れない場合は戦略を間違えています。個別サポート受けとか、ね、アップグレードする。あるいはね、そもそもサポートを受けないで自己流で取り組んでいる。または以前サポートを受けたけどサポートやめてしまった。マニュアルを見て自己解釈で Amazon 輸出に取り組んでいるという場合はね、マニュアルではなく個別サポートを受けることをご検討いただければと思います。また確認事項、ご質問お待ちしています。Amazon 輸出サポーター、堀秀夫でした。